プロデューサー、今日は何から練習すればいい今日のライブ、大丈夫だった自信ないわ。もっといいライブにしたいんだけど、何をもっと練習すればいいと思う今日のライブ、モニタリングしようかと思うの。一緒に見てくれない 言葉遣いだけど、練習した方がいいかな。あなたのハートにナイスナイスやっぱり変だわ。私の歌を聴いてくれる人たちにもっと近づきたい。協力してくれるよね、プロデューサー。ねえ。 ここんなことしてる暇あったら歌の練習しに行っちゃダメこんな風に何も考えずに待機してるのも悪くはないわね今日劇場でボリュームとアリアと公演するんだけど見に来ないここの劇場は 全部文句なしなんだけど、観客がいないの。だから、プロデューサーが観客になってくれないここ、すごくいい。なんていうか、アークよりも、ずっと自由な感じで、音楽活動にもってこいかも。 プロデューサー、私の歌、聴いてくれる気にかけてくれてありがとう。見事なプロデュースね。私、少しは成長したんだよね。いきなりプレゼントありがとう。 プロデューサーも私のファンだったってこと大切にするわ。シンガーソングライターとしてじゃなくて、他の県でもプロデュースしてくれないいつか必ずプロデューサーのための曲を書いてみせる。 最近、プロデューサーを見ると、ドキドキするの。プロデューサーも、同じだったらいいな。私の番ね。うん。ちゃんと聞いてるわ。わかった。動くわ。 ライブの時間だわ私の歌がこの場所に響き渡るように一生懸命やってみるどんな観客が相手でも負けないはあ、ちょっと休ませてもう少し、きっとできる 深呼吸したらすぐ行くわ。プロデューサー止まらないノイズ一緒に歌おうみんなで一緒に歌おうもう一曲いいわ ごめんなさいプロデューサー私じゃダメみたい私のライブどうだったよかった言葉遣いだけど練習した方がいいかなあなたのハートに やっぱり変だわ